なところに案内するよ。どんなところ？豊島区にある重要文化財なんだ。池袋駅の近くにあるよ。じゃあ早速行ってみよう。ここが自由学園明日館だよ。なんだか見たことがある気がするけど、都心の中にこんな綺麗なところがあるんだね。自由学園は兄義和元子夫妻によって大正10年に女学校として創立されたんだ。明日館はその自由学園誕生の校舎だよ。ここは講堂だよ。自由学園明日館を設計したフランク・ロイド・ライトさんの弟子の遠藤新さんが設計したんだ。ライトさんの作った校舎と印象が似ているね。遠藤さんは明日館とのつながりを考えてデザインを同じようにしたんだろうね。広いね。あ、グランドピアノだ。明日館は見学できたり、ウェディングもやっているんだけど、休日見学日には豊島区内にある東京音楽大学の学生さんによるコンサートを開いていたり、明日館ウェディングのチャペルとしても使われているんだ。へえ、重要文化財なのに今でもそうやって使われているんだね。そうなんだ。文化財であっても建物は使うことが使命という考えから使いながらの保存をしているんだ。それは素敵な考え方だね。テレビ CM やドラマ撮影などに使われることもあるんだよ。そうか、それでなんとなく見たことがある気がしたんだね。明日館はどうだった？とってもいい体験ができたよ。今度はコンサートを聞きに行きたいな。